ンネル。バッグは今は基本的にリュックかこのクラッチか、あ、これゴルフのやつですけど、はい、大体どっちか使いますね。いつも内定チャンネルの時はこのクラッチで、うん、今そんな感じですね。中身を見せていただいてもいいですか。マジでちょっとカット入ったらすいません。まずお財布でしょ、あのパソコンですね、パソコンの充電器でしょ、名刺入れ、小銭入れ、コンタクト、あとあの鏡ですね、鼻毛出てないの。タバコ、カードケース、あとゴミしか入ってないですね。あとこのマウス、財布、財布ばっかり。財布2つは入ってるんですね。あ、でもこれもこれは緊急事態用ですね。ほぼもう久々に見ました。これそのバッグっておいくらなんですか。いくらだったかな。どこのバッグですか。これサンローランですよね。7万とか 10万前後かな。お財布の中身見てます。はい、基本カードです全部。あ、現金入ってない。もともとこれ使ってたんですよ、ずっと使ってたんですけど、でっかいじゃないですか。でっかいし、まああの結構高いんですよこの財布だから、あんまこう気軽にポッケとか入れるのも良くないなと思って、一応なんか90万とか100万ぐらいしたんですよこの財布。カジュアルに持ってるのと傷つくんで、まあ結局カジュアルに扱ってるんですけど、自然とこれはあんまり使わなくなって、小銭入れ兼カードケースみたいな、こっちにもう札も入れちゃってるし、キャッシュカードもクレジットカードも免許証も全部入ってて、小銭も鍵も入ってるみたいな、まあこれ1個あるとほぼ人生がもうこれで解決しちゃうみたいな、全てこれで動かせるみたいな感じになったんで、まあ基本これポッケに入れて持ち歩いて、でこっちの財布はなんかほぼあの中にこっちに入りきらないカードがいっぱい入ってるだけなんで、そのカードを使うかもしれない時ぐらいしかあんま持ち歩かなくなりましたね。どこの財布なんですか。はい、これは大体エルメスですね。これエルメス、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 これもエルメスかな。はい、基本エルメスばっかりですね。クラッチの中になんか札が適当に入ってるのと、ティッシュとなんかアルコール、歯切れ悪い俺。だって何も入ってないですよ。もうゴミとか。こういうのはね、可愛い女芸能人とかにやるもんじゃん。僕のは需要ないですから、なんかこんな嬉しそうに語ってんのもね。いつもあれですか、部屋着は T シャツに短パンって感じなんですか。あ、もう部屋のスタイルですもん、これ。はい、すいません。服はまあ、こだわりはそんなないですね。まあなんかその、なんだろう、最低限の身だしなみは整えなきゃなぐらいはもちろんありますけど、で上本とかおしゃれなんで、あ、そうですか、いろいろ聞いたりとかします。はい、上本と最近買い物行ったのは、後輩の引っ越し祝いを一緒に買いに行きましたね。プールで汚すから、お互い結構高めな引っ越し祝いを買っていきましたね。あのフロントでタクシー呼べたりするのが一番いいですね。だから出かけるときはフロントでタクシーお願いしますって言うと、はい、あの車椅子にタクシーが来て、そのままタクシーに乗れるんで、はいはい、ここ見て雨降ってるかどうか見て傘もつか持たないか見ますけど、基本的に車椅子からそのままあの DYM さんに行くこともできるんで、電車で行くよりちょっとタクシーが思ったより来なかったとかっていうのがたまにあるんで、僕があの撮影にたまに遅れちゃうとそれです。基本タクシー移動なんですか。タクシー移動ですね。基本っていうかもうオールタクシー。オールタクシー。はい。ちょっとどっちからも離れてますね。都庁前と西新宿、はい。そうなんですよ。都庁前と西新宿駅にどっちからも離れてるんで、電車はそもそも使えない感じなんですよ、ね。徒歩5分でしたけど、それでも離れてると思うんですよ。いやでも徒歩5分って言っても、そこから駅下ったりとかしたら、はい、まあ、10分近くかかりますよね。わかんない。それはだいぶと歩くイメージ。テレビは見ないですね、全く。ドラマなんてもう絶対見ないですよ。ドラマがやってる時間に自分を合わせなきゃいけないじゃないですか。なんか結構ドラマが濃いよって感じじゃないですか。ちょっと今ふざけて言いましたけど、でも実際それって本質というか、多分そういうサービスじゃないと生き残れないんじゃないかなと僕は思っちゃいますけどね。あ、じゃあ別にアマプラとかフールとか、はい、動画配信サービスっていうのはいいとは思う。いいと思います。はい、テレビは無意味ですね。はい、バラエティの生放送とかって結構自己満以外の何でもなくないですか、ああいうのって。だってバラエティを生放送でやっても
視聴者別に嬉しくないですよね。スポーツは嬉しいですよ、はい、スポーツはその場のそのなんか全て見たいと思いますけど、生放送ってバラエティやってますみたいなのってなんかみんなわやわ騒いで何話してるか聞き取りづらいし、普通編集してちょうだいっていう感じじゃないですか。生放送嫌いでしたもんだから。てか生放送じゃなくて全部テレビは全部そうなんですけど、そもそもその時間決まったのがあって、あ、ウーバーだ、はい、はい、それを取られるんですね。マックばっか食ってるみたいな感じになるの嫌なんですけど、ね、今一番早いからたまたま今日はマックだっただけで、別にマックはそんな多くないですよ。ちなみに何を頼まれたんですか。ダブルチーズバーガー。全然マック好きじゃないからね、本当にぐちゃぐちゃだし、中でポテト半分ぐらいになってるし。候補？候補ちょっと恥ずかしいからまだわかんないです。恥ずかしいんで、マック食いながらね。お金を手に入れて幸せになりましたか？幸せの定義にもよるんですけど、いいことがたくさんあっても毎日嫌なことばっかりだったらあんま幸せじゃないわけですよ。お金関係ないんで、自分のなんかストレスは全部ないんだなと思います。